はい、じゃあここから A メロですね。これやっぱね、ひらがなで書かないとこの言葉のタイミングがね難しいんで、こう字がねいっぱい詰まっちゃうんです。これひらがなで書くっていうのはガズレレ流のまあアイデアで、その言葉の漢字だとね、どこのに小説の頭が来るかって分かりづらいんで、この黒い点があるじゃないですか、ここでリズムを測ってるっていうような感じです。こうやって覚えています、ガズは。はい、なんか参考になれば。で、さっきも言ったんですけど、下に囲ってるのは後半やるかっこいいバージョンで使うコードで、ちょっと難しいコード出てきますと、一時停止でメモってください。はい。で、ここ B メロですね。はい、ここもいろいろ書いてあります。後で解説します、はい。で、ここがサビです。このサビとかもうほぼラップですからね。ラップ、言葉がバーッとこう入ってくるところ。
しかもこの切ないラブソングでゆったりな曲なんだけど、こういう感じというのが、まあ、バックナンバーはもうほんとこういう感じの歌い回しっていうかね、ここがね、皆さんこう虜にさせるんだと思うんですけれども、はい。で、ここがブリッジパートです。ちょっとここ、土地がなくなっちゃったり、ぎゅうぎゅう詰めになっちゃったんですけど、ちょっとなんかこう、何かの参考にしていただければと思います。そしてこれ今やって、こうサビに戻って、っていうのがガゼレイオリジナルバージョンでございましたので、はい、アレンジしてみました。まずじゃあ出てくるコードを解説しましょう。今やったシンプル簡単バージョン、これ結構いっぱい出てくる。C と Am、A7、F、Dm、D7、G7、E7、Em7、C7 です。結構大盛りなんですけれども、今やったシンプル簡単バージョン、この今書いてあるやつは全部ドン！ガゼレリ必須コードのグループの中でございます。私が解説してる動画で解説してます。わかりやすくてスッと頭に入ります。ここにリンク貼っておきます。このリンク先で、このガゼレリ必須コードはマスターしてください。はい。今のそれをこうゆっくりやってなんとか、こう皆さん、初心者の方でもできると思います。ただし、さっきも言ったんですけど、歌の乗せ方とメロディーがすっごい難しいというか、はい、レベルが高いと思いますので、そこ挑戦してみてください。さあ、ここからかっこいいバージョンの解説に入っていきます。かっこいいバージョン1個コード追加。コード出てくるコードはですね、Gm7 というコードを使います。はい、ここ Gm7。これがちょっと切ない感じで。ちょこちょこ出てきますんでね。押さえる場所ここと。ここと、ここの3つですね。ここと、ここと、ここ。どうやって押さえるかというと、人差し指をこうギュッとやって、このぐらい反らしてください。このぐらい反る。すっごい反ってるでしょ、ここ。ここで、ちょいと足す。これが、Gm7。これ、1個入れていきます。で、あと全体的なリズムなんですけど、ドン！これはですね、16ビートのチャという、結構な高難度なリズムでございます。しかも、シャッフルといってリズムが跳ねてる。チャッカ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 。いきたいと思います。どんな感じか。すごい緩く脱力した感じの16ビートのチャ、しかもシャッフル、チャッカ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 、リズムが跳ねてる感じ。はい、16ビートのチャっていうのはちょっと奥が深いリズムなんですよね。この弾き方の解説動画、ドン、ここに貼っておきます。このリンク先は、ウクレレでできるリズムのいろいろというガゼレルホームページの1枚で、その中から16ビートのチャという動画を見ながら練習して、リズムを得得してほしいんですけど、まずこのビートをやるためには、8ビートというリズムから始めないといけません。8ビートができるようになって、8ビートのチャができるようになって、16ビートができるようになって、16ビートのチャができるみたいな感じをこう階段を登るようにやる、いわゆる最高レベルの難しさなんですけれども、これはですね、楽しくマスターしていくのがいいと思うんで、まずはですね、8ビートから始めるのはいいかもしれませんね。なんで、ちょっとその階段を登りながらですけど、いずれは楽しくできるようになると思いますので、やってみてください。あと、どんどん細かい解説をしていきます。ここのところ見てください。G7 を押さえてるところに1弦の2、3、5って書いてありますね。ここ解説します。イントロのところね。イントロの後半、C から行って、G7 なと。G7 ってこうやって押さえてると、1弦すでに2ですよね。2、3、5です。これよく出てくるんですけど、2、3、5まで小指届かしたい。で、これね、よくあるんですけど、5まで届かないっていう人が多いんですよ。この指が邪魔してます。G7 を押さえて、次ここに行くじゃない。その時にもう離しちゃうといいですよ、この薬指を。離して、離すと結構コイン5まで行きます。あと、ここ回転させる。こんな感じです。だんだん軸を変えていく。その時これは薬指離して、こんなのがコツになると思います。こういうところが2箇所ぐらい出てきます。サビの前でも。ちょっと大きいやつで、同じような感じで、2、3、5、G7 出てきます。ここ要チェックです。はい。それを1個決め、入れたいと思います。あとはですね、結構淡々とした感じなんですけど、A メロの一番最初の1番は、チャを入れない16ビートにしようかなと、ちょっとメリハリつけて、A メロの後半から16ビートのチャにして、ちょっとこう盛り上がりをつけていこうかなというふうに考えています。この曲はやっぱり全体的にはこうね、ゆとりがある感じがいいですよね。ガチャガチャしてない感じ。ちょっとこう、落ち着いた感じのバラードタイプの16ビートルじゃん。しかもシャッフルだろ。ちょっとこうね、シャキシャキ、跳ねてるリズムがキーポイントになるかと思います。それより何より、やっぱり、歌詞の内容ですよね。やっぱりこう、その思いを感じながら演奏する。これがやっぱり大事だと思います。やっぱり音楽はね、感情表現ですから。そこのところ注意しながら。まあ、難しいですけど、それどころじゃないかもしれないけど、でもやっぱりちょっとどっかの脳裏にね、イメージだけでも持って、取り組むのがいいと思います。それでは行ってみましょう。花束、バックナンバーの花束、ガゼレ流かっこいいバージョン。やってみる。一緒にいたいと思う。
から。でもとりあえずは一緒にいてみようよ。浮気しても言わないでよね。知らなければ悲しくはならないでしょ。知らないな僕は僕なりに。まっすぐに君と向かい合いたいと思ってるよ。僕は曖昧だって何十回だって君と抱き合って手を繋いでキスをして思い出すたびに焼けてしまうような思い出を君と作るのさ。そりゃ喧嘩もするだろうけど、それなら長いだって何十回だって謝るし、がむしゃの言葉もきっと忘れないから、ごめんごめんありがとう、これくらいのバランスになる危険性は少し高めたけど許してよ。だからせめて君のとこにはまっすぐにまっすぐに走ってくよ。僕は何回だって何十回だって君と抱き合って手を繋いでキスをして思い出すたびに焼けてしまうよ。それなら何回だって何十回だって謝るし、がむしゃの言葉もきっと忘れないから、ごめんごめんありがとう、これくらいのバランスになる危険性を少し高めたけど許してよ。バックナンバーの花束飾り理由かっこいいバージョンやってました。やっぱ16ビートの茶でこうちょっと冬感っていうかこうふんわりした感じが出ると思うんですけど、ガチャガチャならないようにイメージするといいと思うんですけど、とにかくやっぱり何回も言うんですけど、この歌のねタイミングとメロディーライン、ここがもうすごい肝になるんで、まずそこをきっちりこう体にしっかりこう覚え込んでから、こうリズムにガチと合わせていくのがいいと思います。思いっきり歌いましょう。そしてお知らせです。皆さん、スマホとかタブレット持ってる方、これ入ってますか？ガズレレでリリースしているアプリがあるんです。ガズレシピというアプリ。これがめちゃくちゃ便利な、楽譜が見られるサイトなんですけど、すっごい見やすい楽譜で、簡単バージョンとかっこいいバージョン両方の表記があって、あとメトロノーム機能とか、あとね、画面が自動スクロールしたりとか、すごく多機能な、アプリになってるんですよ。これにですね、新たな楽曲が40曲追加されましたよというお知らせでございます。今、すぐにですね、皆さん、スマホとかタブレットにこのガズレシピ、検索していただいて、インストールお願いいたします。これ楽しいアプリになってます。無料版ですけど、中でいろいろ有料の楽譜を変えたりすることになってます。無料版がありますんでね、ひとまずはダウンロードして インストールお願いします。そして、この、アプリで使用している楽譜がなんと、本当の本にもなっております。リアルな本ですよ。これはガズレレが出版している本でございまして、この後紹介するリットミュージックの本とはちょっと違うやつで、こっちはかっこいいバージョンのね、さっきも言ったけど、このガズレシピっていうのは簡単版とかっこいいバージョンの両方の表記があるというところがちょっと特徴的でございます。これはですね、もう大絶賛 Amazon でご購入いただけるような状態になってますので、ちょっと Amazon 内でガズレシピと検索してみてください。そしてガズレレではですね、日本の最大の楽譜出版会社リットミュージック社さんよりこういうね楽譜、簡単楽譜の、出版をしております。今4冊出てるんですけど、これがものすごいベストセラーになってまして、ありがとうございます。この4冊で累計16万部を超える、すごくヒット商品になってるんですけど、やっぱり簡単でとにか
くわかりやすいっていうのが特徴です。この本はですね、もう大型書店さんとか楽器店さん、もちろんインターネット書店さん、 Amazon とか楽天ブックスさんとかももう置いてあります。これはあの本当におすすめですね。初心者さんはまずはこれを、ゲットして練習していただくのがいいと思います。その他にガズレレではいろんなグッズもリリースしてます。このストラップとかキャップはハニーさんのハンドメイトだったり、これについてる水引きなんですけど、これ私の両親が水引き歴もう50年以上の大ベテランが作って手作りものだとか、まあいろいろそういうこともあったりとか、まあまあこのガズレレのホームページ見ていただくと大体のことわかると思うんですけど、とにかくいろんなことやっております。このウクレレもね、毎月後半にね予約注文とか受け付けて、またそれもね YouTube でもアナウンスしてますけど、とにかく山盛りガズレレのホームページをご覧になってください。さあ皆さん、楽しく音楽やっていきましょう。音楽って聞くのもいいけどやる方がもっと最高。ガズレレ YouTube チャンネルと、最近ではね、あの鍵盤楽器ピアノでもガズレレのやり方でやったらものすごく面白いよっていうね、ガズピアノという、YouTube チャンネルも始めてます。こっちもめちゃくちゃ簡単でめっちゃ面白いんで、これもねガズピアノぜひ、探してみてください。楽しく音楽やろう。それじゃあ皆さん、さよなら。